Also, I'm pretty sure I saw that Aka's new manga series came out this past week. It's a rom-com. Although I wonder if it's going to be a rom-com or if it's going to be something else with a twist. Kind of like how Oshino Koen's first few chapters. やっぱ期待しているんじゃないかな。なね、でこのアクアに関しても前回そこら辺ありすぎてるような様子を最初は見せてたんだけど、格好としてプリンとして本心としてはそういうところがやっぱ愛に言われてるのもあるし、あってっていうのがあってさ、すごい好き。復讐とは別にゲッターだった、そっちの道やりたいって気持ちがある。人だけ神様なんだよね。ただそこにやっぱ復讐が関わってくるから、ごめんね、うるさくて、まあ、この子の行く道は光り輝くものっていうより結構ドロドロしたものになるんじゃないかなと。日本人って邪魔だ よ, わけですよ。悪いね。だからそこがどうなるのか、ここはちょっとオープンクリス。すいません、あらすじやってくれるんですか。かなちゃんね。いや、惜しい、惜しい。 I love how he states this is a recap. A recap of last episode. 驚きだよな。監視のため。そういう言い方しないだけで変な誤解を生むから。あ、それも言っちゃダメじゃない。 They're just whispering in front of her like this. Yeah, she can hear that. 聞こえてるよね。 They're talking crap right into her. 知ってるのか。先輩なんだよな。ルリ先輩。Oh my god, the art. The art of her. I love it. No. ね。どうする気なの、アクア。No, かな。あ、ついてくる。ついてきてるんだ。まあそれそうだよな。みんな寂しがったんだわ。もういろいろ聞きたいんだろうね。Oh my god, she's like obsessed with him. これはもうあれなのかな。やっぱ本当に可愛いんだよ。いや、かなちゃん可愛いわ。いや、そこね、そこがやっぱ一番気に入ってるんじゃない。めちゃめちゃやっぱさすが。まあ、最近はやってないのかもしれないけど、今は、ね、けどやるでしょ。それで終わりじゃないだろう。いやー、かわいい。They can do karaoke together. おー、カラオケなの。歌といえば、カラオケなの。ルビー、どうすんの歌。積極的どうしちゃったの、この子。うん。おお、芸能人。そういうことじゃないでしょ。なるほどね。そういうことか。うん。個室。ここに。あ、ここで。おっさんの子供やね。Yeah, you know her. 見ないうちにはね。めっちゃ刺さってるね。あ、だからそっからあれか。鳴かず飛ばず。少し苦労してる。芸能人特有の刺さり方や。I love the eyes in this anime. All the characters have pretty nice eyes. Hey, shoot. A lot of questions now. Jesus. 早くやってね。この子が結構後押ししてくれそうだね。これから芸能界の活動とか活躍に。第8期してくれそうだよ。いやー、もうだった。She knows he has potential.ね、Honestly, maybe she's happy to be in like the industry with him. I love her purple hair so much. I don't think I'll ever get over it. But you know, she's an actor. She gotta look good with her figure. 息子に。いや、こういう感じだよな。いいお母さんだよね。え？うん。I feel like he's always gonna be the butt of the joke. Every time he shows up.クリエイターあるあるなんだろうけどね。ウーバー。だからヘアクリーピンとか。I know, like, you want that Uber one, though, girl? 子役時代にね。
なるほど。セービングスが run out だ。やけどやっぱ子役時代が稼げてて今はってとこなんだな。10秒で。この間のね演技とか見たいね。まだ光ってないってだけなの。見たいな。監督から。やけど努力のあれに人になりそうな気がするな、演技とかの。でルビーが天才だ。I think he's gonna get back into acting. Probably, yeah. ほう、ヒロイン。お。え？早速？けど出ないだろうなこれは。あ、だいぶ。興味ないだろうね。面白いな。何か違う。てかヒロインすごくない？うん。今日は口で。今日？今日？今日？なぜ？知ってるんだ。何か金銭に触れちゃってる。そんなすごい、うん、だったら出ないみたいな。いや出ちゃい出ちゃい。 やっぱ彼女ちゃんがまた手差し伸べてくれそうだね。カブラギ、これがあれか。ああアイロ。わお、わお、he knows that name。表情が。Oh shit。スマホか。なるほど、ここから。The way he's fiddling with his phone when he's like 5 years old。ああ、そこにあれ。今の人の名前。ああ。この中にいるんだ。このメモリーの中に犯人。うん。パスワードとひたすら試したの。ああ、30秒。ああ、ひゃくたんにかまされた。これが、これあれ、あのオープニングにさ、あの四なんとかみたいなあったよね。あれじゃない？How long did he try this? でも名前は全部覚えてるんだね。いやこれもうやるんじゃないの、こうなったら。He's gotta do it。変わったよ。いや接近していかないとね。え？ああ。Uh oh, she's sure. Yeah, I'm just kidding. I love how that's the first thing her mind goes to. まだわからん。嬉しそうだけど、その後ろにはドロドロしたものが。え？問題のある現場。何？そう一応取得してるんだよね。あ、この人。これ。かは一般化だけど。ねてかさっきのどういうこと？I don't trust this guy just because of the way that he like, I don't know, I feel like he probably butters up Kana really in a weird way. So that's him. If I don't know anyone, is that a piece of candy? I don't think that's a dad. ね。先越された。内緒にしてきたかった。He does have like kind of yellow hair, I guess. Yeah, but I feel like they wouldn't give us that. You never know. I don't think he is. But maybe he might have some info. I wonder if she's jealous that he's like making more strides than her? I don't know. それももちろんなんだけど。こっちよな。He only cares about revenge. One star. 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 One star.
やほら1あかなちゃん3本って閉まってない役あるんだね。Oh, he's gonna be playing a villain. 最終話で悪役。最終話に悪役。I can't wait to see this. It's so cute how they're matching. They're wearing the same sweatshirt. Damn, look at her. しんどいやつだ。Dang, she does. You know, she does. 今の。Oh, no, this is it's a show. Oh, it's not really how she is. Okay, exactly. Yeah. Damn. 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 だこいつ。なんか。もう言っちゃった役。なんか変だ。ムカつくというか、なんかこう。下手じゃない。下手くそじゃない。うざキャラって感じ。Oh my god。いや、下手なんだ。下手な感じだね。なんか。このセリフの感覚臭いみたいな。やべえな。かなちゃんもあんななの。いや。喧嘩はやめてとか。重装しか上手くないじゃん。いやだから一なんだよ。あ、オリキャラ。あの出演俳優が最悪。ちょっと癖が強かったですね。解約されちゃってんだ。やめちまえ。原作は守ろうぜ。えぐくねそれ。Yeah, they cut some of the stuff. うーん、それでだ。それも相まってだ。いや、そう、演技。Yikes。あー、そこに行くんだねけど。ひどい。アクアは。うん。なんで？うん。分かった。ちょっとお読みだったよなんかね。重装うまくなかった。Maybe the directing is just awful, you know?前にほら、アイちゃんがさ、あんま出番がなくなっちゃったことあったじゃん。大人たちで来たの。うん。ダムかな。ああ、じゃあなんか裏事情だよ。うん、うん、そこそこ。今回のドラマは、これから売りたいモデルをとにかくいっぱい出して、イケメン好きの女性層にリーチする。こっちのレンズはあれなのか。だけどそれじゃあ作品が破綻する。だからこそ。演技が売りの私をヒロインに起用してるってわけ。え、けどその割にはあれじゃない？うん、それ。うん。抑えたの。バランス取って。If she tries her best, that's when the judge is like, "Hey yo, tone that shit down." なんかちびまる子の鼻巻きみたいな感じしたね。She looks so mad. うん、苦労してんだね。うん、いや、これアクアが来たらどうかな。アクアとこのカナの掛け合いみたいな。この子面白すぎない？すごいものになるんじゃない？いや、ダメかけどそんなことしちゃう。確かにこの作品は企画からして売り手の都合が前に出すぎてる。作品として面白くなりようがないわ。最初から破綻してる作品のさ元になったのを、うん、ね女の人かわいそう。いやー死んでんじゃん。実際あるんだろうね。やだ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 。マシにするってことやな。いや、かなちゃん頑張ってるんだね。Yeah, I feel like this would make it hard for her to book other roles. Oh. Communication skills are important. しっかり全体考えてるわけだしね。あなた。今回。いや、成長しましたね。That's right. She was like, she was so mean. 監督とやっぱアクアのあれが効いたんだな。やっぱあれがなかったら今のこのかなちゃんいないんじゃない？うん。付き合いが長い。ああ、そういうことね。大人になったんだな。I guess good communication is crucial. Getting along with people is crucial. まあ可愛いとは思う。まあいいじゃない自信家だね。うん、明日早っ。That's stressful。 やばすぎ。
Oh my god. なんだそれ。ほんとドロドロなんだね。最終話の悪役太って本読みも欲しい。またまたこのボタンか。ガキの頃同じことした俺に散々言ってくれたよ。ああ。ねえ、本当よ。しかしよく覚えてるのがちっちゃい時のことを。大ブーメランなんで帰ってきたね。笑ってんじゃねえよ。あー、わかる。Yeah, she really believes in her, just like the director believed in him all those years ago. I think he's gonna kill it. Okay. Suit the actors makes sense. 見れる作品にするテクがそこらで使われていることに気づく。裏方の優秀、そしてそういうことだね。バリバリの実力。ああ、なんか画策してんじゃない？大丈夫かな？本当に演技に対して。ドライカメにバランスルー。So they gotta do it all today. Wow. ほう。ハードル高そういきなり。まあけどね、ここら辺はよく分かってるだろうからね。アクアは。Oh, here he is. 出た。さっきのヒロインかな。ヒロインじゃない、主人公。知らんがな。He's complaining a lot. 知らんがな。Oh, he's a stalker. うわ。こいつ。He's so mean. いいよって感じだね。Some people be like that. ナルシマメルト。だからやっぱお気を据えてほしいんだよな、きっと。かなちゃん。なるほど。ああ、見えてる。プロデューサーか。めっちゃいい先輩してるじゃん。What's his face? 出てきた。カブラギ。ついに。冷静を装ってるね。He's not even gonna say, Hey, my name's XYZ. He knows though. あ、けど一人目からいきなりはないんじゃないかなって俺思うけどな。毛をもらいましょう。ガムかな。Well, they kind of have similar hair. さっきちょっとチラッとガム映ったし。His hair's a little more gray. I guess more dull.顔面至上主義。なるほどね、見た目をね、気に入って。はい。いや、頑張って頑張って。もう圧倒しちゃってもいいんじゃない？すごい。ね。うん。Yeah, what the hell? That's crazy. Oh, he's gonna play this perfectly. I just thought about like him being creepy. The same guy who killed him and his mom. Right. Yeah, どうなの？いや、結構雰囲気出てんじゃないの？リハだ。いやー、かなちゃん嬉しいんじゃないこれ。一緒にできて。お。え？ああ、気になっちゃった感じ？あ、水が垂れたかな。いやー、そこは当たっても当たっても続けようぜ今の。いやー、むしろ程度が知れたんじゃない？相手の。できてる。そういう風に思ったんだ。
他人の邪魔をしない程度に下手じゃないだけで、俺自身に何の魅力もない。光るものはないんで。アリマカナが見た俺の演技は、あくまで年齢と中身をギャップが引き起こした異質感だ。まあ実際そうだね。年齢に肉体が追いついた今となっては、うん、そう、そのね、ギブはあったけど。Really？ うん。いやけどちょっと自分卑下しすぎなんじゃないかな。まあちょっとも期待してなかったと言えば嘘になるけど。自分。ずっと努力してきた人の演技って感じがして。ああ努力してきた。親切で丁寧っていうか。現実。物語に寄り添ってるっていうか。いやだから会ってない間ずっと頑張ってたんだなっていうのがわかるんじゃない。ね、She really admires him, his acting. Oh my gosh. Oh, 座長。I like her. なかったんだね、そういうの。最近見ないしがまた。闇。Oh my god.子役が大人になってしっかり、いや売れてってほしいな、咲かせるって珍しい。She was retired。こうやって実力が評価される時期が来たのよ。続けてきてよかったって思った。すげえ動く。Glad she was there。すげえ可愛く動く。This show has a lot of good characters。仕事を続けてるって分かっただけで、うん。嬉しかった。ねめっちゃいい。だよね。だよね。いやけどアクアはまた別目的もあって。Guys, I like her a lot. I just hope nothing bad happens to her. You know. そういうのを忘れてのめり込んじゃう時とかないかな。アクアが演技に。キャスト陣は有馬さんがなだめてくれてるので。なだめてるじゃん。使い勝手楽でいいよね。うん、これは喜んでいいの？あ、うん、やばい、いやちょっと。事務所抜けてフリーになって、ギャラもただ同然で年配で使えるんだから。わあ、わかってるかこれくらい、こういう世界でずっと。Her performance fee is dirt cheap.やっぱ一番She cares so much, though. Like, she cares so much about her acting and wanting this to go good. Yeah, and probably, yeah, the DNA's in the cigarette. They're just using her. I'm like, yeah. ここ唾液か。あ、よくわかったね、今のタバコ。唾液だ。うん。Oh, shit. うん。けどだよ。いや、今のも聞いたし、なんかスイッチ入っちゃったんだ。ほら。めちゃくちゃやる。最後のアクアがめちゃくちゃやる。もう、やらかせる。あ、終わりか。何すんだろう。 All right, guys. Dope episode. I just want to see more. I want to see more Aqua. I want to see more Ruby. なるのかな、ならないのかなってレベルだと思う。めちゃくちゃやってくる。 Shenanigans. I want to see more. Aqua got his DNA. He got his DNA test. I feel like this is not going to be their father. Just because I feel like that's too easy.But Aqua's now her son, when he met this guy who knew who I was. Even if he's not his father, I wonder if he's going to be articulating about his relationship with Aqua. I was 16 when she got pregnant. Also, I don't know if it's just me, but it seems like Aqua is going to really start caring for Kana
I really like her. Like, I think she's turned into such a sweet girl. She wants to do her best with acting. She figured out how to communicate with people on set so she's not a complete rat, you know? Because it's supposed to be how Aqua made her feel not alone. Like, she had someone else who was kind of going through the same things as her. Even though that might not be true, like, on Aqua's side, she still feels that connection with him. I'm really curious if Aqua is going to continue with this acting career then. He said he's going to go out with a bang, so I don't know if he's watching this TV series or if he's going to be going to go out with a bang like that. He's so interested in me. It's definitely like my favorite character in the show out of the three episodes. He's just so interested in his revenge and I love it. Anyway, thank you all for watching this video. I know I'm very stuffy. I mentioned this in the beginning of the episode, so thank you all.